7月10日水曜日の全国の天気をお伝えします。西日本から東北にかけて広く曇りや雨のすっきりしない天気となります。特に九州や四国、紀伊半島の南部では湿った空気が流れ込み、活発な雨雲が発達する恐れがあります。また低気圧や前線に近い日本海側のエリアでは局地的に強雨や雷雨となる恐れもありますのでお気をつけください。関東ではこの先大きな天気の崩れはない予想となっています。ただにわか雨の心配がありますので外出の際は雨具があると安心です。北海道ではすっきりしない空が広がります。道東エリアを中心ににわか雨の可能性がありますので外出の際は折りたたみの傘などあると良さそうです。南西諸島では今日は変わりやすい天気です。局地的に雨がざっと降ったり雷を伴う恐れもありますので空模様の変化にお気をつけください。そして気温につきましては35度以上の猛暑日となる地点数は少なくなりますが、今日も引き続き蒸し暑さが続きます。しっかりと熱中症対策を万全に行ってください。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。